さて始めますか。で前回はサムの書斎に入ると言って鍵を開けたらエレベーターでしたね。書斎はどこよ。書斎がないじゃん。で、持っているものは画鋲、水晶玉、これ円形のディスク、あ、ここだ。これ何？スタンプ、封印スタンプ。これ何？ロケット、ロケット。では始めましょうか。あ、うん、どうしてもコレクションアイテムに目がいってしまう。時計がある。あ、ここか。これが、ミニゲームでーす。がん。ここ2つだけ揃えたって話にはならない。あ、あった。あ、今のまぐれ、今のは絶対まぐれ。すいません、まぐれで当てちゃいました。ダメよー、ゲーマーとして。まぐれに期待しちゃいかん。で、水晶、砕いたら絵の具かなんかになりそうだけど、そんなのもの必要ないね。水晶、戻る。2階。おう、書斎。誰？おう、サム、変わり果てたお姿になりまして。いやだわー。ここは物探しが始まりそうっぽい。ここは地図か何かを作るんだね。で、サム、なんかよ。You see, Jack thought he could cheat me, but he failed. Now, I can finally continue my work. 変態親父の使命ってなんだよ。ガラス割っていくな。行儀が悪いな。ねえ、ミケちゃん。あ、物探しだ。始めましょう。物探しだから。なんでダブルクリックがいるの？いや、マウス使っててもね、パソコンではないので、ダブルクリックというのはあんまりないですよね。タッチ画面を、マウスにしてるだけなんで。手提げランプ、ヒョウ、ライオン、砂時計、仮面、ベル。かわいいニャンコ。イシスと同じエジプトのニャンコだね。ジプシーニャンコ。探せ、それより。物探せ。ヒョウ。鏡。手でコルクを抜くことはできない。あ、砂時計。端末はタブレットなんですけど、マウス使ったりキーボード使ったり、まあ今 Bluetooth があるんで便利なんですけど、そのための机があるわけですね。まあ現在マウス使ってる机なんですけど、あとはこうキーボードを置いて、まあ、飲み物を置いてぐらいの隙間というかちっちゃい机なんですけど、その上にずっ
ミケちゃんが寝てるっていう状態です。今半分以上は場所取るね、ミケちゃんね。はいはい、よしよし、ぐる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 。だからこれからはミケちゃんのお迎えが来るまでずっとこんな感じかな。それまではずっとミケちゃんと一緒にね、こうやってゲームしていくんだよね。ぐるぐる言うな。よしよし、交換ベル、手下げランプ、トマト、あ、トマト、あ、ワイン継がなきゃダメなのね。ほい、仮面、ハンドスタンプ、車、仮面、どう、あ、タイヤ、タイヤあった、タイヤ、ドア、うん、仮面、この手下げランプというのが今一つ、これかな、あ、コルク8個、1個、2個、3個、4個、5個、6個、7個で、最後の1個が見つけにくい。あった、メダル、はい、メダル、メダル、メダルじゃないよ、メタルヘッドなもんですぐメタルと言いたがるね。これやっぱりモーフィングアイテム、これはキャンバスがあったはずよね。鏡は割れちゃった。ここは何かありそう。何かの手がかりみたいね。水晶、これいけ、水晶、うち水晶、ガールが新しい肉体を手に入れれば力が強くなり阻止するのも不可能に近くなるだろう。それだけは防げなければならない。息子を守らなければ。ちょっとそこで一つ疑問があるんですけど、ガールは新しい肉体を手に入れたかったわけね。で、最初は赤ちゃんのサムを狙ってたっていうことだよね。赤ちゃんに戻りたかったわけ。新しい肉体を手に入れて力が強くなるのであれば、ジャックそのものでいいじゃん。なんで赤ん坊だったの？まあ、変態の考えることはよくわからんということで無視しよう。急いでガール、ガール、ガールって名前どうかならん。これが手がかりだ。これは風呂のロー、風呂スタンプはあるけどローがないだろう。これ、水晶を削るにはもう一つの道具ないね、ないね。よっしゃ、机の上、ガラスの箱の中に何か入っている。ノブ、カットシーンです。うん、覚えてる。 I'll check out the door. You should try to get the key. OK。 お、ランプ、時計、開かない。ここに風呂、球状のものが持ってるよ、水晶玉を。
おう、拡大鏡、拡大鏡、何だったっけ。覚えてない拡大鏡、火をつけるとか、細かいとこを見るだけが虫眼鏡の役目ではない。じゃない、1階に行ってみよう。ここ2階だったはずなのに1階になってるの、どういうこと。ここもないのかな。うん、あるかないかは地図を見よう。ここあるのはここ。ああ、単なる飾り物だった。実用的なものではなかった。インク壺、インク壺、インク壺、というとやっぱり書斎かな。ロビーはどうした。ロビーは、インク壺、ここら辺ないね。ここにもそれらしいものはない。3階にもそんなものはなかったはず。お、メダルだ。はい、メダル返す。はい、ありがとう。何？受付のベルがやっと出てきた。ガラスカッター出てきた。戻るぞ。あら、違う。戻るぞ。どっから戻ればいいんだ？こっから戻ればいいのか。こっからこうすれば、本当の1階に戻れる。受付のベル、なれ。あ、なんでそのとこにのみ隠してた。ドライバーのように見えるのみが出てきたぞ。どうする。のみ、ガラスカッター。あ、どこの使い道かわからん。地図で移動。ここだよね。あ、そっか。We found it. Now, how do we open it? There has to be a way. うん、待て、ちょっとガラス割らないと。あ、ガラスカッター手に入れたね。ということは、ガイドは開かなくていい。戻る。これ、ガラスカッター。その穴で出てくる。いいや。お、紋章の前に物探し。ミキタン。少女、霧吹き、ガラスの瓶、本、レコード、顕微鏡、本、レコード、顕微鏡、レコード、霧吹きね。スクロール。ガラス瓶、なんか入ってるけど、これじゃダメ。お、本、少女、キノコじゃダメ。少女とキノコの因果関係がわかんないけど、多分因果関係はない。本ってここ、あ、これファイルばっかりなんだ。本がないと本棚は寂しいわね。本以外のもの入れてもいいけどね。本棚に入ってるもの、近頃 DVD が増えたな、やっぱ。本、もう一冊。
ナイフ、怒り、巻物、少女、少女を探し始めると、なぜかキノコに、いかにも毒キノコっていうキノコに目が行く。なぜだろう。少女いいから少女。少女ってどういう意味よ。少女がなんでここにいるの。あ、顕微鏡。画鋲、ナイフ、亀、おお、変わった亀さんでしたね。あ、本あった。本、サボテン、目玉ついてる。今の少女じゃなかった。リボンつけてたし。今のが少女でいいでしょう。見当たらん、全然見当たらん。嘘。何を見当たり見損ねてんだ私。これ結構人がやってるの見ると見つけられるんですよね。いや、そこよそこよ、そこにあるんだからとか言って言って、いつも見てる立場としてはいつもそんな感じでしたね。実際プレイしてみるとね、ほんと見えてないですよね。落ち着く、よし、みけちゃんのゴロゴロで落ち着こうね。あ、マウスが逃げた。あった。あ、何タラタラしてんだか。拡大鏡、ガラスがない、レンズがない、レンズ、レンズ、こういうの見つけるんだよな。スクロール、巻物、これは巻物じゃない。あ、違う、エンベロープ、違う。奮闘、それ少女クジャクだと思ってる、ずっと。やだわ。今日の風呂、開いて風呂、まずは重りを見つけないと。違うところだった。ここ風呂、風呂を入手で、ここに何か秘密がある。開いた。大丈夫？We'll never find anything in this darkness. そうね、なんかランプ持ってたよ。Oh, no. Oh. 風呂を作るんですね。そういう削り方する？あ、こっち。んで、これで溶かして、で、風呂一回使ってみたいですよね。多分郵便物で、まあ風呂だけで送ったら、多分どっかの郵便屋さんの車の中に落ちとるという感じになるでしょうかね。コレクターアイテムでした。おう、これ何？あ、一計の絵がある。楽譜台がある。みけちゃん動かないで。落ちるよ。
短い愛を伸ばして本を置く場所ね。あ、キャンパス。これ何？ジャックは悪魔についてかなり詳しく調べてきたみたいだ。その前にこの屋敷を買ったっていうのがちょっと腑に落ちんけどね。あの日時計ってこれだけでよかったかな。まあちょっと飛んでみますか。ここにもなんかあるんだな。あ、キャンパスか。ここキャンパス何かで固定しないと。画鋲をずっと持ってました。はい、開きました。コレクションアイテムだった。本、日記、開きそうにないな。日時計、これだけで足りる？足りないよね。あ、行き詰まった。やっほほー。あ、こっちが。間違えた。もう一回行き直す。風呂がどこかに。風呂、ここ、これだ。あ、こういう使い方するんだ。サムの写真。ロケットの入った。あ、物探し。また物探しだ。やったね。今日は調子悪いけどね。串、ティーカップ、手の跡、ハンドプリント、猫、ネックレス、卵、イースターの卵、串、だから串はコーム、ティーカップ、お茶じゃなくてただのお湯よ。どっかティーパックあったな。これでいいの？お茶、紅茶飲めないんすよね。なんか飲んでる途中に気分が悪くなる。飲みすぎると、飲みすぎると何でもそうかもしれん。普通にコーヒーですね。時計のパーツあった。軍隊不明の兵士がいるみたい。これゾウさん。はい、もう一つ。はい、フォーク。はい、新型コロナウイルスのという放送が毎日のようにあっております。今のところ全然被害っては言わないんだろうけど、身近にそういう人がいたっていうことはないですけどね。にしても大変ですよね。ていうかこれ何？炎と雷。あ、はい、ここだね。雷と炎の印で道具があと一ついるんだけど、あ、のみね。はい、これでこう。えらい気持ちよい崩し方。尖った水晶。これはどこで使うんだろう。だんだん、あ、インベントリーの中3つしかなくなった。もう終わりが近いのかな。
かかな。あ、ここはこれ違う。あー、儀式のためにチャージしなきゃ。何をチャージするんだ。チャージするところ。すいません、喉が悪い。喉スプレーを買ってみたんですけどね、ダメですね。まあちょっと頑張って使ってみないと分かるんですけど。こういう時は地図を使う。ここに何かある。本、日記。はい。おー、これぞ本当のパズルゲーム。高校は、出来上がり。あ、これでチャージできるんだ。なんで？ジャックすごい力を手に入れてますね。召喚の水。We have everything we need to summon Gaal. Now we just need to perform the ritual. うん。そういうことね。え、じゃあもうすぐ終わりだ。早かったな。てかボーナス賞あるけどね。またあのクリアデータが壊れた、破損しましたみたいなのが出たらどうしよう。クリアデータ破損はまた端末のせいね。あ、早くサム助けようね。はいはい。君に言われるとなんかやる気なくすんだよな。はい。はい。呼び出すのにパズルゲームをしなきゃいけない。まあ、それがプレイヤーの役目。こうだな。とか関係あったら、あ、簡単。いや、これで天才って言われても困る。カットシーンです。あ、ジャックてか、そうよね、君も幽霊なんだよね。弱い。閉じ込めるだけ。ジャック、よかったね。
終わりました。そしてこれが私の好きなエンディングです。ステリー事件簿にしてもそうですけど、テーマ曲結構好きなの多いんですよね。さてこれはなんとなく不意に思い出してやっやってみようと思った運なんですけど、まあ、あとボーナス賞がありますけどですね、実際何をやりたいかっていうと、あの童話探偵の話で、ダークパラブルっていうのあるんですけど、まあ、最初が確かイバラ姫かカエルの王子様かが最初、どっちかが最初だったんですけど、そのカエルの王子様がえらい気に入ってましてジェームスって言うんですけど、奥さんがたくさんいるんです。あ、終わりました。ビッグフィッシャーありがとうございます。まあとりあえずボーナス、これのボーナス賞を次はやりたいと思います。あーかっこいいかっこいいかっこいい、もう一回聞こうかな。まあ私も聞いて、ね、動画はカットすればいいですよね、それでは次はボーナスショー。あ、また聞いてしまった。それではまた。